どうも、和田貫です。はい。本日の議題は、和田氏から紹介してもらいましょう。こんばんは、和田氏です。はい、和田氏、今日の議題は、今日は、なぜ、和田氏のパートマイムショーは人気がないかです。ご存じない方もおられると思いますが、私氏は不定期でパントマイムショーなるものを開催しております。詳しくは概要欄に動画があるはずなので、どうぞ。さて、私氏さん、原因は何だと思います？時代が私氏に追いついてない。間違いない。では何か一つ言ってもらいましょうか。わかりました。何それ？トリケラトプス。そういうとこじゃない。わたなし。何が？ウテナシーのは、行き過ぎたシュールで、俺自身困っているもん、今。またね、来たなきゃって。俺か。じゃあ見してやるよ。ここで見てる。オッケー。行くぜ。ギター弾いてる人？残念。正解は、キャンプに行って、普段全然やってないのに、張り切って、お米炊くって手を挙げて、なんかぎこちなくお米洗ってる人の真似でした。ジジー。見てないし、やっぱこうじゃなきゃね。よかった。じゃあちょっと待てなし、やってみてよ。一応聞くけど、何それ？キューピー。あ、キューピーか。なるほどね。あ、確かにな。パントマイムじゃないんだけどね、もう。パントマイム難しい。そうだね。またしばらくしてからやろうね。よかった。さあ、そんなよくわかんない感じで、この空気を打破するために、あれ出します。はい、ドン。え、皆様。お忘れになってると、いや、お忘れになってると思いますが、うちのパキラです。さりげなく座っています。葉っぱがもうこんなに大きくなりましたよ。ねえ。ほら、後ろのひとしくんと比べてみても、全然大きいでしょ。これカメラ越しで伝わんないけど、7メートルぐらいあるからね。半端ないわ。オーパキラ、オーパキラ、オーパキラ、オー。はい、そんな感じで今回は、和田氏のパントマイムショーがなぜ人気じゃないのかの考察とあれでした。お疲れ様でした。最後に和田氏は何かやるらしいです。
ピクサーの最初に出てくる電気スタンドの真似でした。チャンネー、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。パソコンの方はこちら、はい、こちらのキットに貼るからチャンネル登録お願いします。ツイッターもやってるんで、こっちのアヒルさんからお願いします。スマートフォン、タブレットの言葉下の概要欄からお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、あと、あよろしくね。お願い。